朝日、小島古墳群所在地点朝日、小島古墳群は、埼玉県本庄市と上里町にまたがる、古墳群。神保元七本木、下付道、小島地区の東西、約 2km、南北約 1.3km の範囲に、万年寺、小島、海老鈴賀金八万、三田の五市群に分かれて分布している。百七十四年、つじが丘地区の開発に、 ともない多数の古墳が発掘調査された。直径27メートル、高さ5メートルの円墳。1923年に墳球の一部が崩壊して、石室と遺物が発見されている。1962年上里町指定史跡に指定された。1987年に保存整備のため上里町教育委員会によって主体部の調査が行われた。 白仙石安山岩を用いた銅針のある両袖系、横穴式石室からタジオン、ホコ一、鉄属、スエキ、平平イ銅湾一が発掘された。埴輪が出土していないことと、銅湾が出土したことから、7世紀中頃の築造と見られる。直径22メートル、高さ3.7メートルの円墳。1976年12月27日付で、 本城市指定史跡に指定された。墳丘東側と西側が大きく削り取られ、石室も江戸時代に破壊された。石室前底部からは縦持ち人埴輪3体が出土した。この埴輪は全国でも例のない笑う人物埴輪で、大耳シャクレア語でさらに刃が表現されている。本城市指定文化財。本城市のマスコットキャラクター。 ハニッポンはこのハニワをモデルにして生まれた。直径42メートル、高さ6.6メートルの円墳で、幅14メートルの周行がめぐる。1965年に、墳球西主川が破壊されたが、その際に出土した人物ハニワは1966年2月17日付で、指定有形文化財に指定された。主体部は、核戦石安山岩を用いた弱い道割りのある。 横穴式石室である。副装品は、耳は8、ガラス製丸玉27、ガラス製小玉243、三、ち1、つば1、鉄製系統大東塚頭編1、銀製弓はず1、鉄属86、刀造具、蛍光小金10、ぐ1、くらかな飾り金具五5室度、六世紀末の築造。 一辺約40メートル、高さ約4メートルの隅丸方形墳で、いびつな修光が巡る。かつて墳町に箱式石棺が露出していたが、現在は埋め戻されている。またこれとは別に、木管地下層の存在が確認されている。異物は、箱式石棺内部から出土した、鉄拳にぶりのみである。五世紀前半の築造。 1976年死指定史跡に指定された。直径19メートル、高さ3.3メートルの円墳。主体部は横穴式石室が想定されている。1976年死指定史跡に指定された。直径41メートル、高さ5.2メートルの円墳。1976年死指定史跡に指定された。1999年に就校が調査され、 はじきかめに、円筒派には、継承派庭が発掘されている。一辺25メートル、高さ1.7メートルの豊墳で、幅5メートル前後の修行がめぐる。すぐ南側に、八幡山古墳が隣接し、修行が重複している。主体部は失われているが、活石性も造品が出土している。五世紀前半の築造。四指定史跡。塩の2004。 ピアニッシモも565から614文化財トピックス本庄詩。ありがとうございます。